NPO 法人札幌カラス研究会中村です。これは大通公園の芝生です。今ね、ブト君が一生懸命芝生剥がしてます。で、サンはいるんだけど、今ほら真ん中にいるの、これが一番ベテランです。で、ね、横にいる2羽はですね、特に左側のブト君は今年生まれのお子ちゃまなので、まだ自分では全然芝生剥がせません。引っ張って、まあ要はプチプチと草をむしっちゃう状態になっちゃうだけでね、できないんです。だからこう大人、ベテランの大人が剥がした後、一生懸命こうほじくってるんだけど、もうほとんどね、やっぱり虫残ってないですよね。で、今年はですね、そんなにたくさん多くはないと思います。でもね、見てると、芝生の下剥がすと本当にね、コガネムシの幼虫っていうのはカブトムシの幼虫をすっごくちっちゃくしたような感じで、すごく分かりやすいんだけども、その他にね、2種類ぐらいなんか私幼虫見つけてるのね、ちょっと種類分かんないんだけども、まあ、そんなのをね、ブト君一生懸命食べてます。で、何度も、この間も芝生のあれしてるんだけどもね、やっぱりこう芝生活着しないとこれ解決しません。で、昔湧いてたバイオなんとかって、全然コガネムシにだけ、コガネムシの成長を遅らせるなんかあったんですけど、それが今もうないんですね。なので、今芝生には何も撒かれてません。元から別にその薬撒いたりはしないので、そういう心配はないんですけども、なので今は要は自然のままです。一番いい言葉ですね、自然のままそっとしておきましょう、その状態なんですね。まあ、それでどうするかってことなんですけども、まあしょうがないよね、カラスが悪いわけじゃないし、コガネムシの幼虫を食べてくれるっていう行為は非常に助かる。でも、まあ芝生剥いちゃう、剥がしちゃうんだけど、遅かれ早かれもうね、かなり根っこ食べられて、早い遅かれ早かれ芝生は枯れるんですよ。なので全部が全部ブト君が悪いわけではありません。では。